皆さんこんにちは、写真家成沢でーす。今日もこのチャンネルを見に来てくれてありがとうございます。私事ではございますが、40歳になりました。こんなんで40歳になっちゃいました。記念すべきお誕生日の投稿ということになりますけども、今日ご紹介したいのはこちら、エビクセンから発売された、最近発売されたばっかですね、天体観測用ライト SGL02 というですねものです。なんだよ、たかがライトじゃねえかよって言う方いらっしゃるかもしれませんけど、星空撮影にとってライトってものすごく大事なんですよ。光の扱い方が星空撮影のマナーにも通じるところがあるんですよね。今日はこの商品を紹介しつつ、しっかりと星空撮影のマナー、光の扱い方に対しての知識も身につけていただきたいなというふうに思います。ライトの紹介の前に、まず皆さんに勉強をしていただきたいです。2つあります。1つ目は人間の目についてですね。夜おしっこしたいなって思って、寝てる時にむくっと起き上がってですね、トイレに行くと、最初何も見えなかったんだけど、だん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 見えるようになるじゃないですか。あれは暗順能っていうことが私たちの目に起こってて、人間の目の動向ってこう開いたり閉じたりするんですね、明るさに合わせて。パッと目が覚めた瞬間は真っ暗なんだけど、その間に人間の動画はこう大きく開いていきます。レンズの絞りと同じですね。で、最大で5ミリから7ミリぐらい大きくなるんですって。で、そうすることによって光を取り込む量が上がると、まあ、実際、光の光量が上がることによって上がるんですけど、色を感じる能力が落ちるっていう特徴があるんですよね。で、その反対がありますね。朝起きてカーテンをバッと開けた時に、うわー眩しいっていうことが起こります。で、その後だんだん目が慣れていきますよね。あれは何が起こってるかというと、さっきの逆ですね。今度瞳孔がどん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 閉じていきます。昼間の瞳孔の大きさは2ミリから3ミリぐらいの大きさなんですけど、絞ることによって光を取り込む量が減ります。その分色を感じる能力が上がるんですね。で、ここで問題ですね。星空撮影の時はもちろん真っ暗の子で撮影をしますから、暗順能しています。暗順能しているとそれまで見えなかった星空が見えてきたりとか、あとその辺の障害物、穴がなんかこう用水路あるから危ないぞとか、あと、あ、ここのこんな木があったんだ、こんな手前にこんなオブジェがあったんだ、これを入れて星を撮ってみようとか、まあ、そういうことになるんですけどね。せっかく暗順応していろんなものが見えてる状態なのに、そこでこういうですね、明るいライトをこう浴びるとどうなるか、暗順能が壊れるっていう言い方をするんですけども、瞳孔がこう閉じてしまうんですね。そうすることでさっきまで見えてた星が見えなくなったりしちゃうわけですよ。で、私が撮影する時のことを夜、まあ、撮影に行ったとすると、本当は昼間からロケハンしてやるのがいいんですけどね、夜撮影に入現地に撮影に入ったとすると、撮影地着きました。で、空見ます。うわー晴れてるね、よく見えるわ。で、機材を組み立てますよと。で、機材組み立て終わりました。で、上見たら、お、さっきよりいっぱい見えるっていう状況になるんですよ。暗順能って言っても、実は星空がバッチリ見えるぐらいの暗順能って、15分とか20分とかなんかかかるらしいんですよね。せっかくそういう時間をかけて鳴らしたものが、強い光のライトを浴びることによって、瞳孔が閉じてしまって、一気にリセットされちゃう。ですから、星空撮影の時は、いかにこの暗順能を壊さずに撮影をするかっていうのがとっても大事なんですね。暗順能を壊さないためには強い光を浴びないこと、まず弱い光を使うっていうのが第一なんですね。で、弱ければいいのかっていうと、なかなかそうでもなかったりするんですね。で、次に勉強していただきたいのが2つ目、光の色についてですね。突然ですけども、車のテールランプの色、それから高いところにある航空障害灯、これ全部色が赤いんですよ。で、なぜかというと、赤い色って暗順能を壊さないんですね。詳しい説明はまあ省略しますけども、人間の目っていうのが錐体細胞と間体細胞っていうのがあるんですって。暗いところで働く細胞が間体細胞の方なんですよ。で、この間体細胞を刺激しないのが赤い光らしいんですね。
なのでこう天体観測とか、天体望遠鏡で撮影するときは赤い光がいいよっていうのが昔から言われてたことなんですよ。私が撮影を始めた頃、星の撮影を始めた頃は赤いライトを使いなさいって言われてました。ただそこで変わってくるのが成形写真が流行っていったっていうことでちょっと状況が変わっていきます。成形写真の撮影スタイルは基本はライトオフのまま撮影するんですね。手元の何かカメラの設定とかするときにちょっとよく見えないなって時はライトをつける、弱いライトをつけるんですけども、その時に例えばずっとライトをつけっぱなしで撮影してますと、そうすると本当はこういう風に撮れる写真が赤いライトによって手前の風景が赤かぶりしちゃってこういう風に写っちゃうんですね。でこうなっちゃうとこれ画像処理するの結構めんどくさいんですよ。撮れなくはないんですけど赤いライト使わないでくださいって言うんですね。じゃあ赤いライトがダメなら、白だったらいいのか、でも白だったら眩しいんでしょ、アンジュンの壊しちゃうんでしょっていうことで、そこでこれがいいんじゃないっていうふうに言われて始めたのがこの電球色っていうアンバーって言われる色ですね。これがまあ星の写真ではいいんじゃないかっていうふうに言われるようになりました。要するに白いライトほどアンジュンノを壊さない、赤いライトほど写りが悪くならないっていう中間の色ってことですね。でこの電球色だとやっぱ成形写真を撮った時にそれが写真に写っちゃったってなってもこういう感じになるんですよね。まだいいですよね。ただ実際にその星だけを楽しむ場合、例えば天体望遠鏡で天体観測、天体観望ってやつですね、何か星雲星団を見たりとか、あとは寝っ転がって流星群を楽しむとかね、まあ、そういう時っていうのはなんだかんだでやっぱり赤い色の方を好む傾向がありますし、こっちの方がいいんじゃないっていう方もまだまだいらっしゃいます。ただ成形写真になるとこっちがいいよねっていう感じなんですよ。要は星空を楽しむっていう要素の中で天体望遠鏡肉眼で星空を楽しむっていう時は赤い方がいいけど、こと写真を撮る、特に成形写真の時は電球の方がいいですよっていう、この2パターンがあるっていうことなんですよね。でここで星空撮影のライトの条件っていうのがいくつか出てきましたね。まず弱いライトであること、低照度、赤いライトも欲しいし電球色もライトも欲しいなと。で欲を言えばこうハンズフリーでね操作できるものがいいので、こう頭につけたり首から下げたりとかしたいと。それから本当は、弱ければいいってもんじゃなくて、撮影地まで行くときに弱い光だと周辺よく見えないので、強い光で、周辺道を照らしながら歩きたいので、実は高照度明るい色も欲しいんですよ。そこで登場したのはこのビクセンの天体観測用ライトでした。これはまあこれ1型ですけど、何が良かったかというと、こう電源をオンすると弱いところからスタートするっていう商品だったんですよね。で、最初は赤で2回押すとこう電球になると。でこれ長押しするとこう強くなるっていう。はい、ここまで来てちょっと話が長くなりましたが、ついに出てきました、この商品ですねのレビューをしたいと思います。ちょっと開封しまーす。はい、こういうライトでーす。さっきの1型は炭酸電池で動くタイプだったんですよ。なんですけどこれは充電式になってます。下に、USB のマイクロ B タイプの端子がついてますんで、これで USB 充電が出てます。で、まあこれ首からかけたりとか、こうやって頭につけたりとかっていうのができます。で使い方は、まあ、さっきとほぼ同じなんですけども、最初に押すとこう弱い光から始まって長押しすると強くなりますと。で2回押すとこう赤いライト、今光りましたね、弱いところから赤いライトが始まって上のボタンをこう押すとこう点滅すると最大ですよっていう意味ですね、強くなるという感じですね。注目はですね、この最後に使った色が、まあ、2秒ぐらい点灯してると、次にもう一回押した時にその色からスタートします。スタートの色を選べるっていうのが結構大きなポイントかもしれません。1型は必ず赤スタートだったので、で防滴設計になっているので、夜露に濡れても安心です。オプションのアクセサリーでこういうのがついてますね。
このバンドを外してこの裏側にこう取り付けれるんですよ。こういう風にで縦につければこういうとこにこういうのこうやってつけられる。こういう感じでこれまあこれ角度もこうコントロールできるんですけど、このまんまサクッと横に刺しちゃえばこう襟とかにもつけれますし、こっちにもこう胸ポケットにつけたりとかっていうクリップに取り付けられるようになったっていうのがちょっと変更点ですね。で1型と比べるとスタートの光量がさらに弱くなって、最大の光量がさらに強くなったっていうところで、まあ1型よりもパワーアップしている。まあ赤いライトはそうですね、間違いなくこっちの方が、暗くなってますね。なのでさらに暗く、さらに明るくっていうことができるライトになってますね。でこのライトの話なんですけど、まあ本当にこれ初心者の方はですね、まずこれ買っとけばいいよっていう本当に思うのが、たまに今でも見かけるんですけども、撮影に行った時に、まあ、その初心者の方とかがね来るわけですよ。で、ベテランのユーザーさんもいて、でそういうライトの知識とかがなくてすんごい明るいライト持ってきたりとか、スマホのライトでこう照らしてたりとかしてね、でそのベテランのユーザーさんとかがですね怒るんですよ。明るいよとか赤いライト使うなよとかっていう風に怒鳴ることをよく見かけます。怒られてる姿を見かけます。で自分が言われてるわけじゃないんですけど、やっぱりそういうの見るのってね、なんかちょっと残念だし、あと真っ暗闇の中でああいう怒鳴り声聞くのってね、やっぱちょっとあんまりいい気しないんですよ。ですから初めて撮影に行ってそういった不安な思いというかトラブルというか不快な思いをしないようにですね、しっかりとこの動画を見てライトの知識を身につけて行っていただきたいなというふうに思うんですね。なのでこれを買っとけというふうに、まあ、本当に思います。でライトつながりでもう一つ言うと、車の運転ねの時はちょっと話が別です。こういったライトの知識を身につけてしまった後で車を運転してそろそろ帰ろうかなって時にライトをつけないで運転をする人がいるんですよ。これ本当危なくてやめていただきたいんですね。ライトはちゃんとつけて運転してください。ライトをつけないで運転するのは、配慮でも何でもなくてただの道路交通法違反なんですよ。実際そういった運転をして事故に遭ったりとかっていう悲しい事件も発生しているんですね。車の運転の時はしっかりと、ライトをつけて運転していただきたいと。ただまあ気をつけていただきたいのは、ライトを長時間誰かに浴びせるような感じの行為はやめてくださいねっていうとこですかね。たまにいらっしゃるのが、まあ、帰るんだろうなって思ってエンジンかけるじゃないですか。そしたらエンジンかけた瞬間にライトバーンつくんですよ。で多分スマホとかでこう奥さんに帰るよとかって言ってるのかなって思うんですけど、しばらくそこから動かないんですよね。っていうのはめちゃくちゃ不快ですし、写真撮影にも影響が出るので、その長時間そのライトを浴びせるのはちょっとやめてほしいなと。だから最初はエンジンかけたらとりあえず、ライトは切っておいて運転するときにはしっかりつけて帰ってくださいっていう感じですよね。なので、まあ、ちょっと細かいんですけども、撮影する人口が増えるとマナーの問題っていうのは必ず出てきて、で星空撮影の場合はこの光の扱い方っていうのがマナーの問題にはなってると思います。まあ、その他にも私有地に入るなとかね、ゴミ捨ててくなとかあるんですけど、そういったその他のマナーの情報に関してはですね、私の著書で、しっかり書いています。特にこの星空撮影塾の方でですね、67ページですね、67ページにこう野生動物に注意しようとかライトの問題とか私有地に入らないとか駐車場の入り口を塞ぐなとか立ち入り禁止の場所に入るなよとか、まあいろいろ書いてあるんで、まあ、もしよろしければですねこれとか、あとまあこっちもですね、マナーのこと書いてますんで、で私はですね本当にライトを撮影にこう頻繁に行った時にライトの電池が切れたりとかですね、あとライト忘れちゃったりとかやっぱあるんで、こんな感じですね、今3つありますけども、まあ、この線もう2つあるんですね。使いそうなカメラバッグとか車の中とかに予備も含めてガンガンって入れてるんですよ。まあ、そのぐらい大事で絶対に忘れたくないものなので、多分こっちももう何個か買い足すと思います。
というわけで、この SG-L02 天体観測用ライトのご紹介、初心者はとりあえずこれ買っといけば安心ですよということと、それから人間の目とね、光の色について、マナーと一緒にご紹介させていただきました。みんなで星空撮影を楽しく過ごすためにこういった知識を身につけていただければなと思います。コロナもちょっと一段落というか、まあ全然解決してないので感染症対策はまだまだ引き続きやっていかなきゃいけないですけど、ちょっと外出しやすい空気になってきたんでね、なので引き続き3密を避け0密で星空撮影を楽しんでいただければなと思っています。このチャンネルを気に入っていただけた方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。それでは、最後までこの動画ご視聴いただきありがとうございました。今日はここまでとなります。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。